今日は錯位音について学ぼう。まずは原子の安定について復習します。例えば窒素の電子配置はこうです。どんな原子も誰かから電子をもらって最外殻を埋めた安定な状態になりたいと思っています。誰かから電子をもらえる場合は最外殻を埋めて安定になります。ですが誰からも電子をもらえない場合は自分の最外殻電子を全部離し、一つ内側が電子で満たされた仮の安定状態になろうとします。誰からも電子をもらえない場合は仕方なく最外殻の電子を飛ばして一つ内側を埋めて仮の安定状態を作ります。ただし本当は誰かから電子をもらって最外殻を埋めた完全な安定状態を作りたいと思っています。では今話した原子の安定について具体例を見ていきましょう。例えば水素はあと電子が1つあれば最外殻を埋められます。酸素はあと電子が2つあれば最外殻を埋められます。お互いに電子を補い合うと水素も酸素も最外殻が埋まり安定な水になります。このようにお互い電子を補い合ってできる結合を共有結合と言います。例えば亜鉛は最外殻に2個電子を持っています。もし誰も電子をくれない場合は最外殻の電子を全部離し、一つ内側が電子で満たされた仮の安定状態を作ります。これが亜鉛イオンです。ただし本当は誰かから電子をもらって最外殻を埋めたいと思っています。この話は後で使うので絶対に覚えておいてください。では次に水の中に亜鉛イオンがいる場合を考えてみましょう。今まで亜鉛イオンは安定と習ってきたので、この状態で水の中に浮かんでいると思っているかもしれません。でもさっきの話を思い出してみてください。亜鉛イオンは最外殻に電子がない仮の安定状態でしたね。だから本当は最外殻を埋めて完全な安定状態を作りたいと思っているはずなんです。そこで亜鉛イオンは考えました。ここは水の中、周りに水分子がたくさんいるじゃないか。そして亜鉛イオンは水分子の使っていない電子対に目をつけて、それを寄付してもらうことで最外殻を埋めることに成功します。こうして亜鉛イオンは完全な安定状態になることができます。実はこれが今まで安定だと学んできた亜鉛イオンの本当の姿なんです。化学の世界では水は省略できるというルールがあるので、今までは ZN2+ として表記してきたわけです。これから水中のイオンを扱うときは周りに水がくっついているんだなぁと思っていてください。そして今回水分子が電子を寄付してくれたように、片方が電子を出してできる結合を配位結合といって、配位結合してできたイオンを錯イオンと言います。ここまでの話は厳密には不正確な部分が含まれていますが、このイメージさえ持っていれば受験科学では問題ないので安心してください。そして錯イオンは亜鉛に水分子がくっついたやつの他にも、銅に水酸化物イオンがくっついたやつや銀にアンモニアがくっついたやつなどがあります。ここからはこの錯イオンについて、まずはじめに水や水酸化物イオン、アンモニアのような配位結合できる分子の種類を見ていきます。次に亜鉛イオン、銅イオン、銀イオンのような錯イオンを作ることができる中心のイオンの種類を見ていきます。また中心のイオンに配位できる数には不思議な規則があります。この配位結合できる数の規則も合わせて見ていきます。最後にこれらの錯イオンの読み方のルールを見ていきましょう。まずは配位結合できる分子の種類について見ていきましょう。配位結合している分子のことを配位子と言います。配位子は水分子以外にも水酸化物イオンの場合もあれば、アンモニアの場合もあり、他にもいろいろな種類があるのですが、高校化学でよく出てくる配位子は次の6つです。またそれぞれの配位子は次のように読みます。これは必ず覚えましょう。次に錯イオンを作るイオンの種類と配位結合する数について見ていきましょう。例えばこの錯イオンなら亜鉛が中心にいて錯イオンを作っています。中心に来れるのは亜鉛の他にも繊維元素と一部おまきを足した
この部分の元素でも錯イオンを作ることができます。これらの元素の中でも特にこの7つのイオンが錯イオンを作るイオンとして品質なので必ず覚えましょう。そして実は周りに配位結合する数は中心のイオンによって変わってきます。例えば中心が亜鉛なら周りに配位結合する数は4つです。他にも7つの品質イオンの配位結合する数は次のようになることが分かっています。ここは配位結合する数はイオンの価数の2倍になると覚えましょう。ただし例外として2価のテスだけ配位結合する数は2倍の4ではなく6となることに注意してください。最後に錯イオンの読み方について見ていきましょう。まずギリシャ語では数を次のように表します。特に錯イオンで出てくる数は2つの板挟みを意味するジレンマの字、4方向ブロックを意味するテトラポッドのテトラ、六角形を意味するヘキサゴンのヘキサ、この3つです。これを踏まえた上で例えばこの錯イオンなら中心のイオンは亜鉛イオンです。亜鉛イオンが配位できる数は4つでした。そして今回配位しているのは水分子です。配位数は4つ、水分子が配位した亜鉛2イオンなのでテトラアクア亜鉛2イオンと読みます。ではこのように化学式で表された場合はどうでしょう。この錯イオンを図にすると中心のイオンは2価の鉄イオンです。2価の鉄イオンが配位できる数は6つでした。そして今回配位しているのはシアニドです。配位数は6つ、シアニドが配位した鉄2イオンなのでヘキサシアニド鉄2イオンと読みます。ただしここがマイナスの時だけイオンの前に3を入れるという面倒なルールがあるので注意してください。結局この錯イオンはヘキサシアニド鉄2酸イオンと読みます。例えば水分子が一方的に電子を渡すように片方が電子を出してできる結合を配位結合といって、配位結合してできたイオンを錯イオンという。錯イオンの中で配位結合している分子のことを配位子といって、これら6つの配位子と読み方は覚える。そして錯イオンの中心になることができるイオンはこれら7つ。中心のイオンによって配位できる数は決まっていて、基本的にイオンの価数の2倍になる。ただし例外として2価の鉄だけ6つ配位する。錯イオンの名前はイオンに配位している数、配位している分子の種類、中心のイオンの順番に読む。ただし化学式にした時にここがマイナスになっていたら3を入れて読む。これを抑えよう。ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったら高評価を押していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。